トマトジュースといえば真っ赤で濃厚、そのイメージを大きく変えるトマトジュースが北海道北部の士別市にあります。それは農業生産法人稲造ファームの有機トマトジュースクリア。これがトマトジュースなの？とじっと眺めてしまう魅力があり、今年2月に同時開催された北海道経済部主催の北のハイグレード食品2022に選定され、北海道食品産業協議会主催の第29回北海道加工食品コンクールでは最高賞の北海道知事賞を受賞し、注目が高まっています。有機トマトジュースクリアができるまでを覗いてみましょう。トマトジュースの原料は中玉トマト品種シンディースイートだけです。トマトを吊るして落ちた上澄みを何度もこして、じっくり時間や手間暇をかけることで黄金色に透き通るトマトジュースが生まれます。この手法は日本酒の製造方法の雫取りからヒントを得たそうです。美しい見た目だけでなく、有機トマトジュースクリアには飲んだ人ごとに甘み、旨味のどちらが強いかなど、味の感想が大きく変わる面白さがあります。稲造ファームの谷恵美さんは、有機トマトジュースクリアもワインと同じように農作物であり、収穫時期によって味のバランスが異なるため、作物を取り巻く自然環境要因、テロワールのような現象が起こっているのかもしれないと推察しています。よく冷やすと酸味と甘みのバランスが感じられ、常温に近づくほど甘みが際立ちます。幅の広いグラスでゆっくり味わうと、ワインのように甘み、旨味、酸味、そして香りを楽しめるのでおすすめです。パッケージデザインの女の子は豊かな農業、農村の可能性を信じ、都会に住む人々や次の世代に未来をつないでいく気持ちを込めて生まれたそうです。ぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。